えー、25歳、底辺、商業高校卒の男です。現在、IT ベンチャーに勤めてます。事業部長と会社を起こすことになり、フリーランスを斡旋するビジネスを展開しておかがんます。廣くさんはどんなビジネスがいいかご意見あればアドバイスいただけです。よろしくお願いします。えっと、やめた方がいいと思います。あの、多分今、それなりに、あの、給料をもらってると思うんですけど、あの、えっとですね、どういうビジネスを展開するべきかというのを、 他人に聞いてる時点でもうやばいです。で、事業部長が作った会社でちゃんと給料出続けるのかっていうとかなりきついと思うんですよね。一応夢を見てるからなんか面白そうっていうのだと思うんですけど、他人に聞いてこのビジネス行けるかなって不安になるとか、どういうビジネスがやったらうまくいきますかっていうのを他人に聞かなきゃいけないとか、お金払って聞いてるという時点で、ちょっと失敗の確率高いと思うんですよ。 なので、あの、まだ25歳で、えっと、高卒なので、働いた年数7年とかだと思うので、もうちょっとその、社会をきちんと見た方がいいと思うんですよね。 なので、あの、他の会社に転職して、他の会社の仕組みとかも見た方がいいと思うんですよ。要は事業会社を起こすっていうのは会社の経営者になるってことなので。で、あの、な今の会社しか知らないんだと思うんですけど、3社ぐらい会社を見とくと、あ、こういうふうに会社って運営するんだっていうのが分かってきたりするんですよ。要はそのビジネスの元として何が儲かるかっていうのをやるっていうのと、で、それをチームワークでどうやってこなして、会社のシステムをどう回していくかっていう、また別の問題があるんですよ。 なので、そのどちらもやる上では、ちょっとまだなんか、この質問してる時点でリスクが高いんじゃないかなという気がしますけど。30歳女です。職場の居心地が悪くなるたびに転職していて、自分のある会社がわからなくなりました。なので、会社の条件に縛られない職務形態のフリーランス、人と関わることで来たくない情報があると混乱するので、完全在宅を考えています。完全在宅となると、プログラマー独学でスカットしようと思っています。大企業2社経験、事務職歴4年なのですが、この計画に行くときと思いますか広瀬さんのバスよろしくお願いします。思いません。 在宅でフリーランスでプログラマーになった時に一番重要なことはプログラム能力ではなく営業能力ですもともとその会社でプログラマーをやってきた人が独立してプログラマーになるのがうまくいく理由の多くは元の会社から仕事をもらえる可能性が高いからなんですよ。 なのでその今度、独立するんですよって言ったら、じゃあ、ここの部分よ,よろしくね、月20万でどうみたいなこと言われて、あじゃあ、20万だったら全然やりますよっていうので、本来、会社がその人を雇うんだったら、40万円ぐらいかかるのを、フリーランスの業務委託という形で20万円で済むから、会社としても安くなって得だよねと、でフリーランスの人も、まあ、20万円の元の会社からもらうんだけど、他の仕事がいっぱい取っていったら、もっと稼げるから全然いいじゃんっていう形で独立する人が多いんですよ。 ただ、なってみても、プログラマーって営業苦手な人が多くて、結局その仕事を取ることがすごく難しいので、結果としてそんなに給料を稼げないよねっていう人も結構いるんですよ。で、元がプログラマーでもない状態で、その大企業はまあ何の仕事か知らないですけど、それでプログラムの仕事振られるかっていうと、その未経験で事務職やってました。これからプログラマーになるので、プログラムの仕事くださいっていうその大企業に行っても、お前何言ってんのっていうので多分終わっちゃうと思うんですよね。 なので、あの、その、すごく優秀で営業能力があるのであれば可能かもしれないですけど、その、居心地が悪くなるたびに転職していてというレベルのコミュニケーション能力の低さでいくと、多分営業能力もそんなに高くないと思うんですよね。コミュニケーション能力が高い人って、居心地を良くする手段も持ってたりするんですよ。要は、そのなんか、あの、いじめられるとかであれば、その、いじめって良くないと思うんですよね、みたいな感じで、自分の派閥を作るっていうのも結構できちゃったりするんですよ。 声のでかい人とか営業能力のある人って。要はその営業って、相手の考えを変える能力なんですよ。本来であれば、じゃあ別のところに発注しようと思ってるところを、あの、うちがやったらもっといいのができますよとか、うちだったら安くできますよっていう、相手がもともと考えてる、その A 社に発注したいっていうのを自分の会社に持ってくる能力なんですよ。なので他人を説得する能力っていうのが営業能力なので、それがない場合は、ダンピングしかないんですよ。 要は A さんに発注するよりも、私の方が安いですよって言って、ひたすら安い仕事だったりとか、めちゃめちゃ時間がかかるものを受けるみたいなので、どんどん疲弊する形でしか仕事が取れなくなっちゃうんですよね。なので、その営業能力もあんまりないのだとすると、その人と会わないからプログラムやりたいよねっていう、その欲望はわかるんですけど、実態としては能力者としてはなかなか厳しいんじゃないかなと思います。 仮面浪人して来年から映像系の大学に入学するのですが映像系の業界で安定した将来を得るにはどのような職に就くのがいいでしょうかフリーランスのクリエイターとかっこよくないかと思いますが会社に就職したいってい気持ちもあります会社に就職してください会社に就職してで就職しながら副業としてあの映像制作の仕事っていうのをやってみてください要はその,あの何のブランドもない状態で映像制作の仕事をやりたいですっていうと最低限の給料で働かされるんですよ で、最低限の給料ですごくどうでもいいことをやらされるんですよね。で、そのなんか1時間働いても500円しかもらえないみたいな仕事が来るんですけど、ただ生活をしなきゃいけないので、そういう仕事をやり続けなきゃいけなくなるんですよ。でもそれってやり続けても、そのあなたのブランドにならないんですよね。で、じゃあその映像作家として名のある人で、じゃあそのなんか新海誠さんとかって、なんでそのブランドがあるのっていうと、彼はオリジナルの作品を作ったからなんですよ。新海誠という名前で。 なので、その映像制作の人として名前を売ってブランドを作るのであれば、自分のオリジナル作品をどれだけ作るか、もしくは、その特定のユーチューバーとかと組んで、で、このユーチューバーの映像作品はこの人がやってるよね、みたいな形で名前を売るみたいな、作家としての名前をいかに売るかっていうのをやらないと、映像制作で食っていけないですよ。要は映像をいじれますっていうだけだと、単なるバイト上がりで、もうおまさに仕事が来ちゃうので。 なので、あの、普通に会社で就職して、そのお金で選ばなくて自分の作品を作るとか、例えば、あの、じゃあミュージックビデオを友達が作りたいみたいな時とか、それはもうお金にならなくてもいいから俺やるよみたいな形で、で、そこのミュージシャンが有名になったら、あの MV を俺が作ったんだよっていう形で、あの、名刺代わりに使えるみたいになったりするので、なので、あの、お金にあんまりこう、あの、左右されなくて仕事が選べるっていう意味でも就職した方がいいんじゃないかなと思います。 えー、大卒3年目の24歳男性看護師です。勤めている看護師の退職が相次いで残務が多くて辛いです。えー、転職は考えていますが、看護師は正直モチベーがないです。そこで子供の成長記録の動画編集を趣味として始めようと考えています。技術がある程度つけば、そこから動画や映像編集の仕事に就くことは可能でしょうか、えー、奥さんも看護師、各個別病院で子育ては送り迎えなど自分が主になるので、転職して在宅ワークの仕事がしたいです。えー、いつかひろきさんの切り抜きをしてもいいですかあんまあ、全然いいんですけど、 あの結構その競争が激しい業界なので、あのその動画編集で食えてる人というのはいるんですけど、あの長売れてるか、何らかしらスキルが高いかとかではない限り、あり、時給換算すると、下手したらあの100円切るぐらいになったりするんですよね。っていうぐらいの状況でやり続けられるのかっていうのは、増えるのかっていうと、結構厳しいと思うので。 一回そのクラウドワークスみたいな副業のサイトであのどれぐらいの単価で受けてその作業やるのは自分がどれぐらいの時間があるのかっていうので本当にこれで食えるのかっていうのをちょっと確認してみるといいんじゃないかなと思います。